子どもと高齢者の交通事故防止をスローガンに、秋の全国交通安全運動が平成28年9月21日から全国一斉に始まりましたが、阿蘇市では交通安全出発式が行われました。阿蘇市の交通安全出発式は阿蘇市役所駐車場で、警察や市民、交通安全関係者らおよそ180人が参加して行われ、まず有料運転者や交通安全功労者15人の表彰が行われました。そして宮川清樹副市長が、家庭で、職場で、地域で交通安全に対する意識の高揚に努め、警察、行政、関係団体、市民が協力し合って安心安全な街づくりの実現を目指しましょうとの佐藤市長からのメッセージを代読しました。さらに阿蘇警察署の吉田隆署長や阿蘇地区交通安全協会の岩下哲三会長らが祝辞を述べました。続いて阿蘇中央幼稚園の園児代表が、交通事故に遭わないように気をつけますと誓い、宮川副市長に園児みんなで折った交通安全祈願の千羽鶴を手渡しました。秋の全国交通安全運動は平成28年9月21日から30日までの10日間実施され、期間中の重点目標は子どもと高齢者の事故防止を基本になどとなっています。交通安全運動出発式の後、警察の白バイを先頭に阿蘇警察署のパトカーや市役所の車などが市内をパレードして、市民に交通事故防止を呼びかけました。